アンリ・デランドル・アンリ・デランドルは、フランスの天文学者である。ムードンとパリ天文台の大長を務め、主に太陽の文章研究に貢献した。デランドルは、エコールポリテクニークを1874年に卒業したが、在学中は、不屈戦争とパリコンミューンの混乱のさなかであった。卒業後陸軍に入り、議官として昇進するが、 物理学への興味から1881年に退役し、母校のマリー・アルフレット・コルニュの研究室に戻り、文工学の研究を行った。ソルボンヌ大学でも文工パターンの研究を続け、1888年に学位を得た。スペクトルに関する研究分野で、デランドルズに名前が残っている。この分野の研究として、バルマーの業績に並ぶものである。 パリ天文台で働き、1898年からムードン観測所でピエールジャンさんのもとで働いた。1907年にムードン観測所の所長となった。第一次大戦が始まると、もう60歳になっていたが軍務に戻った。1926年にはパリ天文台を合併した。デランドルは惑星の運動の研究を行い、ジョージ・ヘールとほぼ同時期に、 スペクトロヘリオメーターを発明し、太陽の活動に関する研究に貢献した1896年回帰日食の観測隊を率いて北海道を訪れている。ありがとうございます。